指導説の宇宙、アンドレアス・セラリウスは、ドイツ生まれで、オランダで活躍した地図制作者で、1660年に出版した、大宇宙の調和、ハルモニア・マクリコスミカという製図の作者として知られる。ドイツのボルムスに近いノイハウゼンで生まれた、ハイデルベルクに学んだ。新京都であったセラリウスは、30年戦争の勃発によって、ハイデルベルクが、 カトリック勢力に占領された1620年代の初めにハイデルベルクから逃れた。1625年にラテン語学校の教師をしていたアムステルダムで結婚した。その後ハーグでしばらく過ごし、1637年にホールンに移り、没するまでホールンのラテン語学校の講師を務めた。1660年にアムステルダムで ヨハネス・ジャンソニアスによって出版された下、大宇宙の調和は29枚の美しい版画によって、製図や宇宙像が示されている。ニコラウス・コペルニクスの地動説に従う、宇宙像や、チコブラーへの天動説の宇宙像が列挙されている。小惑星セラーイアスに命名されている。ありがとうございます。